かまととさんが会社辞めるかもって噂が流れてる。ダメよ。みんながエースじゃなくていいんだ。よし、頑張ってみよう。ももこ、もう一回考え直してくれないか。 BSD の資料今からメールで送るから、それ確認してプリントアウトお願い。はい。ももごめん、明日14時の打ち合わせの会議室を押さえてもらってもいい？はい。お疲れ様です。なんかももこやる気出しちゃってうざくないですか？結婚してもらえないおめでとうね。もちろん。これから御社の窓口となります。丸の内商事のかまととです。ビューティーシークレットダイアナ代表の大貫です。かまととさんってあなたね。佐伯さんと噂になった人って。私まで噂回ってきたわよ。あの大貫さんと一緒に働けてすごく嬉しいです。マリスのトリートメントも超最高に。かまとと、あ、からすぐに対応してね。お疲れ様です。お疲れ様です。すごいですね、皆さん女性で活躍されていて。うちはね、一芸の集団だからね。金曜日の不動産関係の食事会、相手が青山の宮坂予約してくれたみたいだよ。え、マジですか？あり口の練習しといてね。あ、そうだよ、やってみ。はい。仕事に集中。すいません。いえいえ。で、イタリアのアロマ商品の件なんですが。あ、それそれ。どうでしたか？今日ちょっと時間作ってよ。よで、考え直してくれた？私今初めて仕事が楽しくて。何言ってんだよ、桃子は仕事向きじゃないよ。ほら、早く家庭に入りたいって言ってたしさ。誰だよ。はい。は？そんなのお前が謝ってくればいいだろ。俺知らないよ、報告受けてないもん。ね、なんで？私あんまりユータのことちゃんと見れてなかった。世の中もっと素敵な人がいるってことに気づいたの。何言ってんの。俺ルックスもいいし、稼ぎだって同年代じゃ抜群だぞ。俺よりいい男だってそうそういないよ。誰だよ。どうだい、今夜あたり。最近ご無沙汰だからすっかり欲しくなってるんだ。はい。じゃあ。ごめんミキ、ちょっとお願いあるんだけど、フェイクフェイクのアパレル繊維のやつ行ってきてもらえない？私モアエレガンスだのナチュラルシックとか全然わかんないもん。私も明日無理無理。ただでさえサンチャイの引っ越しも遅れてるんだから。じゃあどうすんのよ。もともと辞める予定だったし、一応やってみるか。それでは私から説明させていただきます。うちは一芸の集団だからね、みんな好きなことやってるだけよ。はい。こっちの商品も素敵だなって思うんですけど、どうしてもお願いって言ったら、こっちも取引ってできるんですか？うん、嬉しい。もう本当大好き。こっちもお願いしたいんですけど。どうぞ。黒田。はい。ねえ。はい。いつもありがとね。はい。ただいま。おかえり。で、どうしたの、ももこ。急に帰ってきて。お母さん、少し待ってもらっていいかな。結婚。今私ね、生まれて初めて
やりたいこと見つかりそうなの。何言ってんのよ。お母さん、桃子が結婚したいしたいって言ってたから、それが桃子のやりたいことだと思って聞いてただけよ。したくないなら好きにすればいいじゃない。桃子の旦那さんより桃子の方が大事よ。全部私が自分で勝手に決めちゃってただけだって。